よいしょ。じゃあ今、Facebook ライブの方につなげております。今日は2021年5月6日木曜日。で、生きるための哲学講座のライブ配信を始めました。皆さんこんばんは。生きるための哲学の講座をですね、4月から行っております。リンク&クリエイトの福島と申します。今日講師の中畑さんに、いつものようにですね、毎週やってるんですけど、ライブ対談ということで、ちょっと深い話をしていこうかと思います。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。世間ではね、この緊急事態宣言、コロナによる、これを延長するしないみたいなものが今話し合われてるっていう話があって、僕、これもすごく哲学に関係していると思っていて、それはどういうことかというと、例えばその緊急事態宣言をもうやめてしまうという選択もあるし、延長するという選択肢もあるんですよね。で、どっちを取っても どっちかの勢力から非難されるわけですよ。だからそれを決断する人にとってはどっちを選ぶのっていう選択肢があるんですけど、僕はここで問題だと思うのは、どっちやっても反対派からは非難されるんだけど、その裏にその哲学がなければね、やっぱ納得されないと思うわけですよ。これこれこういう理由があるから、こういうふうな世の中にしたいがために今これをしますっていう哲学を持って語らなければ、全くその国民にしろ市民にしろ納得感がないっていう、そこにみんなの怒りが今あると思うんですよね。だから、つまり哲学って遠い話のようだけど、何を参照して自分の行動を決めるのかっていうことにおいてはものすごい大事なことで、それはそのこういうコロナの対応だけじゃなくて、今いろんな企業とかね、個人がどう生きるのかっていうのを問われている時代に、そのじゃあ自分のあるいは組織のどういう哲学であなたは動いてるんですかっていうことが問われちゃう時代、いやみんながそうしてるからそれに乗っかっていくんですよっていうのは非常に危なくて、株が上がってるから自分も買いましたって大暴落みたいなね話と一緒で、長いものに巻かれろ的な生き方じゃなくて、自分なりのその哲学観っていうものを持たなければもうやっぱりやっていけないってい もう時代に来てると思うんですね。そこで僕は哲学を持つことが必要だと思うし、けど哲学って言ってもやっぱりなんか難しいなとか、改めて勉強するとどうしたらいいか分かんないなとか、そういうことがあると思うので、そこのなんかこう橋渡しみたいな役割ができればいいと思って、やってるのがこの生きるための哲学を開いてる哲学みたいになりますと。で、今月関東について、5月は関東について皆さん学んでるわけなんですけど、この間第1回が終わって結構ちょっと皆さんもやもやした感じでね、まあというのはやっぱり関東ってやっぱり最難関の哲学書の一つって言われてるぐらいだから、やっぱりその限られた時間で、なかなか全てお伝えできないと思っていて、で今日のそのライブ対談でもそういうことのこう補助になればいいかなっていうのは一つ趣旨として大きなものがありますと。で、まあ、これ公開のライブなので、受けてる方も受けてない方もっていう話なんですけど、まずね、今日中畑さんに一番最初に聞きたいのが、そのカント、ドイツの哲学者カントが現れる前の世界と現れた後の世界では決定的に何が違ったか、つまりカントはどういうふうにそのパラダイムを動かしたっていうか、何を世の中にこう宝石として提供したのかっていうところあたりからね、ちょっとお伺いしたいと思います。お願いします。まあ本当にカントってもういろんなエピソードがそのある人で、例えば今福島さんパラダイムっていう言い方をね、表現を使われましたけども、哲学の世界にコペルニクス的転換をもたらしたっていうふうに言われるんですね。で、まあ、要するに地動説から天動説になったり、あ、逆か、天動説から地動説になったりみたいなね、はい、それぐらいのインパクトがあったっていうようなことも言われております。で、それを、まあ、よく表現する言葉が、カントの母姫ですね。カントのお墓に刻まれている言葉なんですけども、我が上なる天体の運行法則と我が内なる道徳法則という、
葉を残してます。まあ、上なる天体の運行法則、まあ、星がそれに従って動いている法則です、ね。うん、で、我が内なる道徳法則。その道徳って、要するに、人間の、まあ、生きる場面で、まあ、善悪が関わる、善とか悪とかが関わる場面で、まあ、そういうことも法則的に論じようとしたというところが、まあ、関東の大きいところかなと。で、ああ、ちょっとごめんなさい。また、ワレクスが出て、この天体の運行法則っていうことに関しては、関東変なこと言ってるんですよ。ちょっと今、うん、今正確にちょっと出てこないんですけども、はいはい、覚えてる限りで。関東が、万有引力の法則だったから、関東が万有引力の法則を発見して以来、空の星々は規則通りに動くようになった。うん、もう一度言いましょう。ニュートンが万有引力の法則を発見して以来、うん、その空の星々は規則通りに動いている。うん、これ相当おかしなことを言ってるって分かります。そうじゃなくて、普通は言ってみれば隠された形で星の世界には何らかの法則があって、うんうん、人間はそれを発見するんだ。はいはい。その逆のことを言ってるんですね。うん、で最初にニュートンが法則っていうものを、まあ、考えついて、うん、まあ、その法則に従ってその星の世界を見たときに、あ、そうか、この法則を通して星の世界見れば、あ、なんだ、ちゃんと動いてるよ、ちゃんと動いてるように見えるじゃないかって話。まあ、それが、まあ、要するに何て言うんでしょうかね、これは、カントの、まあ、認識論といいまして、うん、まあ、人がものを認識する、正しく認識するってどういうことかっていうところと、うんうん、まあ、どっちかというとそっちの問題なんですけれども、うん、まあ、要するに人間は、人間がその持ってる、まあ、ものの見方、まあ、法則的な見方によって通じて、うん、この世界を見ているってことです。うんうん、だからこれが道徳法則って言った時に、うん、結局世の中の関わり方だとか、良い行いってこういうことだっていうことも、うんうん、まあ、法則のように法則を通して、うん、まあ、世の中を見るようにしていこうじゃないかということですね。宇宙法則を見るように内なる道徳法則も見ていこうっていう、うん、だからただ、カントの場合は、うん、それが完成品として示されているわけじゃないんですね。うん、要するに、人間があたかも法則のように、法則に従うかのように、道徳的な、良い行い、うん、道徳的に良い行いを、まあ、できるようにしていこうじゃないかっていう。スローガンみたいな。スローガン、まあ、理念という、前もちょっと理念の話をね、こちらにしましたけれども、うんうん、まあ、だから、例えば、いいことをしよう、いいことをしようと思っても、うん、いいことしたいと思ってても、なかなかできるもんじゃないんですよね。うん、まあ、そうですよね。うん、まあ、いろんな状況、人間である以上、いろんな制約があったりして、ね、うん、でも、少なくとも、うんうん、もう、普遍的なと言いますかね、うん、自分は、そのある法則に従ってるかのように善をなすつもりだとか善をなしたいぞっていうふうに、うん、まあ、そういう方向に行こうじゃないかという、うん、例えばね、ちょっと具体例、うん、今浮かんだ具体例言いますけど、うん、そんなにお金は持ってないんだけど、うん、やっぱりそのこう貧しい人たちを救いたいって言って、うん、なけなしのお金を、まあ、100万円寄付した人がいましたと、うん、で、もう一方 B さんは、多額の、まあ、資産家で、まあ、年に1億円を、寄付しています。だけど、それは、節税するためにやっているということ。まあ、結果だけ見るとね、A さんは100万円、B さんは1億円っていう額で言えばね、額の比較で言えば B さんの方が、まあ、なんかいいことしてるなって話になるんだけど、カントの、道徳に照らせば、これは前者の A さんの方が良い行いをしているって言えるんですか？そうですね、そう思います。ちょっと別の、ごめんなさい、なんか福島さんがね、
政治家の方のお知り合いもいらっしゃるので、あんまりいい例えかどうか分かりませんけども、選挙が近くなると街のゴミ拾い始める政治家さんとかね。うんうんうん、で、これ法則的にって言うんであれば、とにかく道を歩いていて、ゴミが落ちていたら、いついかなる時も、どんな状況でもゴミを拾いましょうっていうのが、法則的にゴミ拾いをするっていい あり方なわけですね。はいはいはい。ところが、政治家の、まあ、先生が、まあね、選挙が近づいてきたのみ、その期間限定で、しかも自分の選挙区内のみ、時間も場所も限定された形でゴミ拾いキャンペーンをやるなんていうのは、まあ、法則的でも何でもないですよ。そうですね。むしろなんか例外的なことになってしまうわけです。だったらば、やはりその、これは、自分でいいことをしたいっていう動機と、あと、まあ、それが法則的に、まあ、常にどんな場合でもゴミがあったら拾うっていう、まあ、普遍的と言ったらいいんでしょうかね。うんうんうん、まあ、それ一致しますよね、うんうん、で。そういう時に、そういうことになったら素晴らしいじゃないかって、カントは、言うわけですね。うんうんうん、まあ、ですから、まあ、先ほどの福島さんの例に戻りますと、前者の A さんでしたっけ。そのまあお金があんまりない、でもささやかながら寄付する、したい、金額に関わらず、だとか、今寄付できないけども、本当は寄付したいと思ってるんだけど、うんうん、っていう動機の部分があるだけでも、カントはそっちの方を褒めるんじゃないかなと。なるほどね、実際寄付行為しなくても、しようと思って、毎月貯金してましたと。寄付行為はしてないけど、でもそれは道徳に、カントの道徳観に照らせば善であると。うんうんうん、言えるわけですよね。そうですね、うん、なんかそのやっぱり目に見えたところだけが評価されるような世の中になっちゃったり、その見えない部分が評価されない、うんうん、役に立つ人は採用するけどそうじゃない人は採用しませんみたいなね、うんうん、あのところが非常にそのやっぱり人間性を阻害してると思ってて、だからみんながそのカントの考え方っていうものを知った時にちょっと動機をもう少し大事にしようよみたいなね、世の中になってくると、そのできたできないじゃない軸のね、なんていうのかな、受け止められ方といいますか、そういう中にもうちょっとなるんじゃないかなと思いますね。だからそういうことで言えばどうでしょうね、今パッと思い浮かばないですけども、具体的に例えば今福島さんがおっしゃったようなね、その寄付したいんだけどお金がないからとか、本当はこうしたいんだけどなかなかできないとかっていう、なんか具体的な問題ってやっぱり多くの人がね、うん、持ってると思う。そういう歯がゆさというのが、うん、まあ、それが負い目になったりする場合もあるかもしれませんけども、でもまあそれがなんていうのかな、そういうもや、まさにモヤモヤみたいなものが自分の中でなんかこれでいいんだと思えればね、これでいいんだっていうか、まあこれでもいいんだっていうふうに思えれば、それこそよく生きることにつながるかもしれないですよね。まあ、だからまさに生きるための哲学っていうことに、ね、うん、なっていくんじゃないか。そうですよね。そうすると、ちょっと さっきの話に戻ると、カントの前にはそういう、まあ、自然法則の、発見はあったけど、道徳法則に言及した大きなものはカント前はなくて、カント後は、そこが結構参照されるっていう感じで理解で合ってます、うんうんうん、そうですね、まあ、だからこれも前にちょっとお話したと思いますけども、うん、カントより前っていうのはその古代以来いいことっていうのはいい人がすることだったんですよ。なるほどね、うん、でいい人っていうのはいいことをする人だった。だから、うん、まずいい人になるっていうのが、うん、まあ、重要視された、まあ、徳倫理とか言いますけども、うんうん、でまあ、そうじゃなくてどんな人であっても、うん、その法則に従って、何か行動すれば、まあ、普段どうしようもない人であっても、うん、道徳的にはいいことができるってことなんです。うんうん、そのね、ちょっと言葉が合ってるか分かんないですけど、内なる道徳法則みたいなものが、その、例えば、その、10回、神のこのお告げの10回みたいに、明文化されてばーっとあるわけじゃないんですよね。そうなんです、うん。それはなんか非常にまあ形式的だとは言われますね。
例えば、そう、だから関東の、まあ、あんまり関東ってそもそも本人がそういう内容的なこと、具体的なことは言ってないんですね。まあ、せいでその今、まさに福島さんおっしゃったように、嘘をついてはいけないだとか、ということですね。まあ、ちなみになんか、関東の哲学の歴史においては、関東の後継者たちっていうのが、どうも関東のその形式的なところに我慢ができなくて、もっと具体的なことを話していこうっていうような流れもまああったりしましたけまあ法則だとどうしても抽象的になっちゃいますからね。れども。うん、でも逆に、だからこそ具体的な場面に関しては、人間一人一人が考えていかなきゃいけないということで、それがまさに哲学するってことなのかもしれません。関東的に言えば。まあその社会のね、システムとかありようが変われば、その何が善かっていう理論はね、ずっと続いていって、これが正解っていうのはないんでしょうけど。よく言うのが、例えば、人殺しだって、戦争だとか、部族同士の対立だとかが当たり前だったような時っていうのは、正当化されてましたから正当ね。化されてましたからね。うん、それに、なんて言うんでしょう、奴隷がいたような時代だとか、平然と本当に男尊女卑的な、が当たり前だったような時代と、今とでは、人間というものの捉え方自体が全然違いますよね。だから、本当にその内容的なところでは、本当に各々の時代、各々の人間が、でも法則という普遍的な方向に向かって考えていくっていうのが、まあ、人間の使命といいますかね。ありがとうございます。ちょっとね、話題を変えたいんですけど、ええ。前回の講義で、公的な理性と私的な理性、公は公、私は私って書くやつですけど、それについての議論があったじゃないですか。で、次回の講座で、ちょっと詳しくお話しされるなら、そこはそんなに詳しくなくていいんですけど、この辺のなんか補足的な説明ってありますか？公とか私とか、その辺の概念に関しての。これ、まあ、ちょっと種明かししちゃってもいいと思うんですけども、公的な使用っていうのは、まあ、私的な使用っていうのは、なんか巡り巡って結局、私の利益につながってしまうような場合ってことでしたよね。というふうにお話ししました。で、公的な使用っていうのは、まあ、私の利益でもあるんだけれども、でも、もっとそれを超えた、まあ、例えば、まあ、人間にとってその有益であるとか、まあ、もっと言うと人類にとって有益であるとかっていうことになりましたですね。で、人類、人間、どうでしょうかね。ちょっと立ち入った話をしますと、これ知っとくと分かりやすいのが、まあ、普遍特殊個別っていう考え方が。普遍特殊個別。という考え方があります。で、これも公って何っていうことに答えがないのと同じように、これが普遍で、これが特殊で、これが個別だっていうことではなくて、まあ何らかのもの、まあ人間も含めて、何らかのものを分類する観点なんです。だから例えば、犬をその個別特殊普遍っていうのに一緒にちょっと考えていきましょうか。まず、個別的な犬、個別ってこのもの、これってことです。だから目の前のこの犬とかあの犬とか、あるいは名前を持った犬ですね。ポチーとか、ラッシーとか、パトラッシュとか、っていうことですね。まあ、それぞれのワンちゃん、犬ですね。で、ちょっと特殊吹っ飛ばしまして、じゃあ普遍として犬を捉えるとどうなるかっていうと、犬類っていう、犬科っていうんですか？まあ、そういう要生する物に、的な種ですよね。そうですよね。生だ物から、あ種として。るいは犬というもの、というになりますよね。何属何科みたいな、そういうやつそうですね。ですね。で、まあ、これ人間で言うと、個として捉えられた、個別として捉えられたっていうのは、まあ、先ほども申しましたように、まあ、私であったり、それぞれの人間。で、普遍っていうのは人類だったり、人間そのものだったりするわけです。ごめんなさい。ちょっと犬に戻りますが。で、この犬、あの犬、ポチ、ラッシーと、犬科。
その間にどういう区別が考えられるかっていうと、うん、どういうグループ分けが考えられるかっていうと、うん、まあ秋田犬とかコリーとか、これ犬種っていうんですかね、うんうんうん、まあ、そういうグループ分けられます、ね、血統みたいなやつとかね、あ、そうですね、うんうん、あるいはもっと単純にオスメスとかでもいいかも、うんうん、はいはいはい、で、あるいは色、黒い犬、白い犬、茶色い犬とか、うんうん、あるいはどの時代に、まあ、犬ってほらなんか異種配合とかあってなんか作られたりする、はいはい、ちょっと残酷な言い方ですけれども、うん、だからどの時代の犬かとかっていうのもあるかもしれないです、うんうん、となるとこの特殊ってもう無限に考えられるような、まあ、とにかく何らかの観点からグループ分けですね、はいはい、うん、でこの前、あ、そうそう、だから人間の場合も、まあ、そうですね、肌の色、黄色人種、白人、黒人とかっていうグループ分け、まあ、これも特殊な、特殊という観点から分けた、うん、言い方、あるいは国、国籍なんかでもいいかもしれませんね。うんうんうん、中国、日本、アメリカとか、うん、あるいは男性か女性かなんていうのも、そうかもしれません。うんうん、まあ、これも、いろいろグループ分けって考えられますし、うんうん、これ、うん、大丈夫ですかね、大丈夫です。ことして、うん、まあ、人間にまたちょっと話戻しますけど、うんうん、まあ、だから、ことして捉えられたものが、それぞれの一人一人の人間、一人一人の私。で、普遍として捉えられたのが人類だとか、人類ね、はい、人間そのもの、人間というもの。うんうん、でこれそのままひととびに私から人類へ行けるわけじゃないんです、うん、いろんなグラデーションがありますと。ありますよね。だから我々は分類の仕方もいろいろあると、うん、日本人であったり男性であったりするわけですよね、うんうんうん、でそこでまたあるいは、まあ、そこでいろいろ葛藤があって、これ職業だとか社会的身分だとかっていうのも分けられるかもしれません、うんうんうん、あの会社員だとか学生だとか、はいはい、だからそういう立場を、そういう立場にこだわってる限り、例えば自分が学生であって、うん、その学生がより学生の生活がより良くなるように何かあの頭を使おう、考えようってなったらば、うんうん、結局学生である私も、まあ、あの私の曲になってしまいます、うんうんうん、まあ、それはそれでいい場合もあるんですけども、はいはい、ただカントが言ったのはもうちょっとその良さだとか、うん、それにもたらされる結果っていうものを、まあ、普遍です、うん、人類そのもの、人間そのものだとか、人類っていう観点から考えようっていう、うん、まあ、非常にスケールのでかい考え方だとも言えるわけですけども、うんうん、ただこれ先ほどのね、あの内容的なことに関してはやっぱり我々一人一人が考えないといけないっていうのは、はい、例えばこの特殊ってうん、もう時代が進むにつれてどんどん増えていきますよ、うん、いや先ほど例えば性別で男性か女性かで分けられるって申しましたけど、これ最近そうじゃない性別ってのもあるわけですよね。あるいは時代的に見て、まあそうですね、まあ、これも非常に悲しい言い方ですけれども、まあ、黒人だとかあるいは何か重度の障害を持った人っていうグループが人類に入れられなかった時代っていうのもあったわけです、うんうんうん、生物学、まあ生物学的には同じなんですけども、うんうん、まあ同じような、まあ人間であれば認められる権利を認められなかったり、うん、っていうことからするとその人類っていうものにはまあ数えられなかったと言いますか、うん、その人類がその受けることのできる恩恵に預かることができなかったとか、うんうん、まあ、だから、まあ、その特殊を踏まえてどうその普遍人類だとか人間そのものっていうところに向かっていくかっていうのは、うん、まあ、これは本当にそれぞれの世代でそれぞれの人間が考えなければいけない、考えなければいけないことっていうわけです、うん、それはカントが言ってることですか。まあ、あのカントの関東の方向だと思います。あ、いやだからあそうだそうだ、なんでこんな話をしたかった。そうそこね、うん、やっぱり、いやいいですよ、この講座の皆さん非常にですね、うん、鋭くて
じゃあ宇宙人が出てきたらどうするかってことになりました。で、だからそうなると人類を超えてどうします？あ、そうそう、今は人類まで行ったらば普遍的って言えないかもしれないですよ、ね。まあ、宇宙生、まあ、知的生命体というか、知的生命体、宇宙生命みたいなもんですかね、うん。あるいはイルカはクジラどうなる、うんうん、とか、だからそうなると、まあ、ただ単に普遍って言ったときに、人類、まあ、いわゆる人類というにとどまっちゃいけないような状況になってるか、うん、あるいは、そうですね、それこそ宇宙人が来たら、まあ、その人たち、その人たちって言っているのかどうか分からないです、うんうん。考えないといけないだとかっていうことになりますよ。うんうんまあ、だから、そう、カントがそう言ってるんですかって今おっしゃいましたけれども、まあ、原理的に、その、まあ、我々は、カント的、変な言い方ですけども、カント的であろうとすれば、そういう方向に行かざるを得ないというふうには言えると思います。うんうん、バリアフリーとかね、言いながら結構バリアはそのまま残ってたりとか、そうなんですね、差別もそのまま残ってたりする中で、うんうん、やっぱその人類としてどう生き延びましょうかみたいな議論がね、うん、まさに今必要じゃないですか、うん、自分の国だけで二酸化炭素の削減やっても無理なわけで、うんうん、世界中でやらなきゃいけないよっていう話と似てて、うん、そうなんですね、だから、うん、例えば、うん、ちょっとごめんなさい、また抽象的な話ですけども、なんでそんなこと、なんでこれをするのか、人々の生活が良くなるためだって言われたときに、本当にその人々っていうのが人類だとか人間というものっていうのに置き換えられるかどうか、うん、そこで言われている人々っていうのは本当に自分の国の人々、人だけじゃないのかとか、要するに、男性のだけじゃないのかとかね、うん、あるいはまあ、障害のない人だけじゃないのかとか、うんうんまあ、そういうふうに、まあ、検討することが求められるといいますかね、うん、そうですね、国家の憲法みたいな話で言うとね、うんうん、エクアドルとかボリビアなんかにはすでに人類だけじゃなくてその生態系全体のことを考えた、うんうん、そのなんて社会づくりというか環境づくりをねしなければいけないっていうことがもう明文化されてるんですよね、うんうん、つまり地球の住人って人間だけじゃないよねっていう観点なんですよ、うんうん、そうですね、すごいそういう意味ではカント的な、うんうんうん、アプローチだと思いますね。あ、そうです、そうですね、うん、なんかその辺はすごく僕もその自分で超不感思考っていう書籍を書いてるんですが、うん、そうですね、その辺の議論をしているところなので、つまりそこの視点で考えるとね、うんうん、その国同士が対立して争って軍事費ものすごいお金を使ってるっていうのは、うんうん、もうこれ進んだ知的生命から見たら本当に何やってんの、幼稚なレベルだねっていう話だと思うんですよ、うんうん、だけど そこにはなかなかいけないじゃないですか、うん、かといって隣の国はミサイル作ってるから危ないじゃないかみたいな話になっていくと、もう堂々巡りで、やっぱその先の視点を持っていかないかに無理なんですよね、うんうん、ああそうですね、だから福島さんの、そうですね、まさにだから長官的っていうのは、まあごめんなさい、ありふれた言い方になっちゃうかもしれませんけども、より普遍的な次元に立ってみるっていうことと、まあ、通じるかもしれませんね。だからね、その僕本の中にも書いてるのは、千葉県と神奈川県がね、領土をかけて、うん、軍事設備を持って争いますかっていう話なんですよ。それすごくナンセンスだと思うじゃないですか、そんなことありえないよっていうか、でも昔の藩の時代はそれやってたわけですよね、領土争いで人殺しやってたわけじゃないですか。それからその日本が統一されてこの廃藩置県になってさ、そんなバカげた争いが起こらなくなったのは、やっぱそのまあ日本っていう国全体みんな一緒の人たちだよねっていう概念を持ったからであって、それは相互理解、こう交流、人事的な交流っていうかね、人の交流とか文化交流とかこう入り混じってなされたことだと思うんですよね。それを国際社会で考えれば、その国同士が軍事力を持って争っていることはどうなのっていう話は、その今のね、千葉県と神奈川県が対立しないのと同じで、その交流がもっとね、多様な価値観を受け入れるように人類が進化すれば、当然それになっていく話だと思うんですよ。つまり、その藩が
なくなって、まあ、日本っていうその一つの統一した政府ができたように、まあ、EU の国々もそれぞれはあるけれども、ある程度統一した EU ができたように、世界政府みたいなものの構想っていうのは あるわけで、それカントのね、国連の構想、国連っていう名前は出なかったと思うんだけど、そういう話と似てますよね。世界連合、まあまあまあ、ちょっと置いておきましょうね。名前はなんかわからないけど、カントの思想にはそういう、ね、国際連、あの頃は国際連盟、連盟かな、作る土台になったっていう話はあって、そういう意味では非常にその俯瞰的に物事を考え、法則を導き出し、啓蒙していったと、いうことですね。だからなんかそういう意味じゃワクワクする哲学、そうです。なんかやっぱり幕末にね、その日の本、要するに藩っていう発想を捨てて、で、あの頃の志士たちっていうんですかね、もう若い人が多かったですよね。はいはい、でなんかもう確実に今までのもう凝り固まった世界が変わっていくぞ、変えていけるんだぞっていう、まあ、もちろんいろんな犠牲もありましたけど、まあ、特になんか坂本龍馬とかあの辺のエピソードを見てると、あ、この人たち多分ワクワクしてただろうなって思いますよね。どん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 こう世界が、いや、そうだと思います。特に若い世代の方なんか、例えば SDGs とかね、そういうのを考える国際会議みたいなのあると思うんですけど、別に自分がどこの国だからとかいう話じゃなくて、この地球どうするのっていう土台でみんなが意見交換するような世界になってきてると思うんですよね。あ、今日はなんか一つ、そう、福島さんのおかげで新しいキャッチコピーというか、カントの哲学はワクワクするよっていう感じで、まあ難しいんじゃなくて、そうですよね、こんなふうに変わっていく。そうそう、カントの哲学って言ってやっぱり難しいその命題みたいな話が出てきたりとか、するんだけど、善とは何かっていうのをね、話だから難しそうに、思うんだけど、そうじゃなくて本当にこれからの社会の在り方を考えるっていう意味で、ちょっと僕らの思考を俯瞰的に持ってってくれるっていうか、まあ、でもね、あれなんですね、まあ、これもなかなか今回本当関東って話すべきことが多いんでなかなか紹介できないですけども、じゃあそういうこと言ってた関東自身はやっぱり時代の制限があって、まあ、いろんな偏見を持ってた人のようなんですけど、でもそういう人でさえ何かその偏見のない世界っていうものを思い描いていたし、人類そっちの方向に向かっていけるはずだ、向かっていかなきゃいけないと思っていたし、っていうところがまあなんとも人間っぽいなっていうか、そうですね、なんか我々そういう話をしちゃいけないって別に制限されてないけど、するのははばかられるというか、何お前かっこいいこと言っちゃってるの的なね、風に見られるのが嫌なのかわからないけど、あんまりそういう大冗談に構えた話をこうできない風土みたいなのがありますよね。そうですね、まあこれでもね、先ほどやっぱり福島さんのね、最初の話に戻りますけどもね、このコロナなんかでも、例えばニュージーランドなんかがもうずいぶん日常が戻ってきてるっていう話がね、今ちょっと聞こえてきますけれども、そうですね、でもあそこ制限ってすごく徹底してましたよね。本当生ぬるい、まあ徹底的に3人ぐらいだってロックダウンしちゃうんだから。だから、保証、ただその分保証はすごく、まあ、手厚かったってこと で、やはりその、あそこの、そのニュージーランドの首相のあの女性の方、名前がちょっとパッと出てこないですけども、やっぱり理念的なことって語ってるんですよね、ちゃんとね。だから、例えば何しろもう人間の命が最も尊いみたいなことでもね、まあ、そんなことさえなんか言えないっていうのは何なんでしょうね。それ福島さん今おっしゃったような日本独特のね、風土なのか、いや結局だから言っちゃってもいいんだよっていう風になってないのは、発信する人自体が少ないからと思うんですよね。だから今の知識人文化人と呼ばれるような人はもっとどんどん自分の主張を言って、それがさ、いいか悪いか聞く人が判定する話で、発信力がちょっとやっぱり弱いというかね、そうだとやっぱりついていけないなっていう感じなんですよね。ついていって大丈夫かなって自分を疑っちゃうというか、
やっぱそうだよねって、だからそのカントリーに言えばそういう人間共通にあるような、あると仮定されるような道徳法則に金銭が触れない限りは協力しようという形にはならないんですよね。あの組織でもなんでも。そうですね。うん、例えばその次の選挙目当てであるとかね、パフォーマンスそのためにやってるとか、もう見透かれされちゃうわけですよ。この人本気じゃないなみたいな。だからそれではやっぱり世の中動いていかないし、だけどそんなにすごい大きなことをやらなきゃいけないわけじゃなくて、そのユニットごとにやらな、あの本来やらなきゃいけないべきことっていうのは皆さん多分分かるんだけど、その評価とかその発信することによる なんつうのかなバッシングみたいなのを恐れちゃうと、うんうんうん、あのやっぱり言えなくなっちゃうみたいなところがあると思うんですよね。そうですね、うんうん、だけど言わなきゃいけないと思います、僕はもう。そうですね、だからこれそう福島さんがおっしゃってるように、うん、一方で言わなきゃいけないっていうのもあるし、そういうものをちゃんと聞けるようにならないといけないですよね。そうですね、だから難しいのかもしれませんけども、まあ何かその発信した人がいたときに、その人の動機的な部分で、うん、そうですそうです、見極められるかどうか。例えば自分と正反対な価値観を持ったなんか意見が出てきたときに、この人の背景は何があるのかなっていう探求をしたりとか、そういう態度がなければ統合されていかないと思うんですよね。いやなんかごめんなさい、なんかあのヘーゲルの話になっちゃいました。いや話をね、あの、うん、ちょっと広げちゃうようですけど、まあ、先ほどそのね、あの福島さん幕末の話とかもね、はいはい、あの頃は例えば、いや本当になんかただの歴史好きなおじさんみたいな感じだったんですけども、うん、あの頃は例えば、維新派であっても、その、まあ、あの、幕府派であっても、お互い敵対する人たちの間でも、なんか尊敬する関係っていうのがね、うん、成り立っていた。だからそれぞれの大義っていうものがあって、うん、まあ、やっぱり立場上対立はするし、殺し合いもするんだけれども、でもなんかお互いにその大義の部分でちゃんと認め合ってる部分があったとか、うん、まあ、敵ながらあっぱれってやつですよね。まあどっちもいい国にしたいっていう思いは変わりないからね。あるいはあのもう随分昔になりますけども、以前は本当に与党野党の政治家で立場違ってもお互いになんかあの質的な部分で人間的な部分で認め合うみたいなエピソードって結構あったはずなんですよね、うん、だからそういうのって割と日本人は好きなんじゃないかなと思うんですけどね。うん、まあね、日本って割と和洋折衷でいろんなものをね、うん、吸収するっていうのは上手な店あると思うんだけど、うん、まあことそういうなんかまあなんていうのかな、日常のそういう工夫っていうのは上手だと思うけど、心情的なものとかこういう道徳的なものとか、うん、絡んでくるとね、善悪が絡んでくる。大きな話になってくると、結構なんとか派みたいなこう派閥的なものになっちゃって、ね、あるし、うん、なかなかね、うん、あんまりだから独特の美意識みたいなものがあったりなんかして、まあいろいろね難しいのかもしれませんけど、でもまあやっぱり本当にワクワクしつつ、あの現状を変えていくために、関東いかがですかっていう、いやいや本当そうなんですよ。だからなんつうのかな、あのその時間がちょっと一服の清涼剤じゃないですけど、うんうんうん、そういう議論をするっていうことができる時間とか装置みたいなものは絶対必要で、うんうん、あまりにも今まで そこに目が向いてなかったというか、単に売り上げを伸ばすとかなんとか大学に入るとか、うんうん、そういうその成果主義的なものがね、うん、大きく扱われすぎちゃって、その本質的な人間の善とか喜びとか、うんうんうん、幸せとかなんかね、考えなきゃっていうかな、そこを置き去りにしちゃいけない時代に本当になっていくな、うん、まあウェルビングなんていうね言葉もよく聞くようになりましたけど、いかがでしょうかね、あの福島さんが第2期というんですかね、はいはい、生きるための哲学講座の、うん、哲学者で言えば2人目に突入ですけれども、はいはい、今のところその参加者の皆さんにとって
そういう一服の清涼剤的な時間になってますかね。ヨガはなってると思うんですよね。で特にそのやっぱり対話を深めて問いを出すところ、うんうん、今回その問いを考えてもらうっていうのが最大の、よくそのリフレクションで何を学びましたかっていうのはよくあるんですけど、僕はその後の問いを出してほしいと思ってるんですよね。その問いっていうのは決着がつかない問いなんですよ。まさに哲学的な問いで、すぐに正解がわからないような問いを皆さん考えていただいてるんですけど、それに対して対話をする、また対話を重ねていく、そこでまた思索が深まると。でもそれを知るためにはまた新たな、なんていうの、リソースが必要で、そうですね、そこをまた中畑さんにつないでいただくっていうね、そういうこう循環モデルなんですよね。中畑さんがなんかその正解を言うとかじゃなくて、 その正解を導くためのリソースをご提供いただくっていう、その橋渡しというか知識の橋渡しみたいな、そういう感じでまたね、来週再来週、まあ特にあれですね、特に来週はアウトプットステージですからね。そうです、そうです。さらに皆さんのそういう対話と、ね、うん、新たな疑問とお伺いできる時間ですね。そうなんですよ。本当にね、楽し、毎週1回の講座になりますけど、それが楽しみになってきております。はい。はい、じゃあ、そんなわけで、生きるための哲学講座、5月は関東、第1週が終わって、毎週ちょっと振り返りで、2人で対談にやりましょうってことになりましたけど、うん、今回第1週終わってね、はい。ちなみに言うと、6月はフロイトを予定して、フロイトね、はい、はい。これがまた、ちょっと関東の言ってることを根本からぶち壊すような話です。そうです、いいですね。そういう大きな人がね、いろいろ前のものをぶち壊すという、ぶち壊して新しい作るのというね。そして僕は、皆さんがそれぞれ哲学者になると。一人、各個人が哲学を持つという世界を理想としておりますので。はい、それに一歩でも近づければと思ってます。ご一緒に哲学をして、まあ、続けてまいりましょう。そうですね。じゃあ、今日の対談をこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。